熊谷ゆきはると申します。学生の時に、まあ普通のデザインの学校だったんですけども、面白みがないというかあまり興味が持てなくて悩んでしまいまして、当時の友達と日本をこう旅行している途中で、車をその父親、その人の父親から車を、当時車持ってなかったんで車で旅行したことがあるんですけど、その車を貸す代わりに神社を回れっていうなんか条件がついたんですよ。どこだったっけ、唐津かどっか、唐津焼ってあるんですけど九州の方に、そこの郷土資料館に入ったんですよね。郷土資料館かなんかで、そのそこの産地の縄文土器っていうのがあった時に、本当にこれはやってみたいなって初めてなんか思って、そこからもう土器ばっかりやってるって感じですかね。その土器の中でも土ですね、土、粗大の焼き物なんで、その土をいろいろ混ぜてみたりとか、土そのものを味わってもらう。土スポットちょっと行きますので、土掘る感じのイメージともちょっと違ってるからで、ね、なんていうんですか、練らなくていいんですよ。ほら、これだからたまになんかね、子供がアンパンマンって言ってるんですよ。もしかしたらこんなんから始まってる可能性もありますね。水で寝るとかじゃなくて、釜が買えなかったっていうのが、まず最初にあって、その敷地に燃料を持って焼けば土器は焼けるっていうのが初めだったんですけど、なんていうんですかね、直火とあと煙になんか接触しながらこう燃えていくことでできてくる、ほんとなんか焦げたりとか、なんか普通に焼かれたなっていう感覚が一番明白に出る焼き方かなっていうのも最近あるのも、やっぱりちょっとこだわる理由になるかなと思います。リスクはない方がいいとは思ってるんですけど、今日みたいに失敗して後々こう考えてみると、なんか今の釜は本当にスマートっていうか、こう順調安定してこう上がってくれて、割と計算通りに焼き上がってくれる、そういう良さもあるんですけども、なんかちょっとしたことでせっかく作ったのが粉々になる、今日みたいなそういう経験があった方が、なんかもう一回やろうっていうことにつながるのかなっていうのは、特に今日はよく思いました。改めてああいう大物をやられると久しぶりにこうやっぱり考えさせられますね。次こそっていうなんか思い、好奇心をかきたてられるなんかはあるのかもしれないですね。どうか煙がもうちょっと気にせず出せるところはないかなってことで、土器が出たりとか、周りに土器の好きな人がいたりとか、気持ちも綺麗で、素直な人なんで、楽しく付き合ってます。僕が土器をやってるって言ったら、岩原さんは土器をやってる人が、やってる人っていうか拾ってる、拾ってる人がなって、僕の方がそのあそこにもあったんですよ。普段は自炊されてるんですか？そうですね、半々、でもほとんど自炊、以前はジャンクばっかり食べてましたから、
最近やっとその藤戸の今から行く方面にこっちの方でも知り合いが何人かできてきたんで、やっとなんか楽しくなってきたかなって。今回は人面土器っていう、これも牧草土器っていうんですけども、あの墨で顔を描いて、なんか顔を描かけて埋めるっていうのがあったんですけども、ずっと継承されてたんだなっていうのがあって、それをまあ、現代的に僕土器をやってるんで、土器の器に、まあ、顔を描いたら今でもなんかその土器と土偶の間ぐらいのなんかそういう感じで見てもらえたらどうかなと思ってやってみようと思いました。もうその土を見て伝えたいっていう土を、見てもらいたいんですけども、それが土そのものを触ってるのにとにかくなんか喜びを感じるというか、そういう感じだったんで、もしかしたらそういう人って他にもいるんじゃないかなっていう、なんかそういう土がちょっと欠乏して物足りないっていう、なんかそういう人のためのサプリメントになるようなものとして物が作れたらなということでやってます。できればなんかいい時として、この時代2000ちょいぐらいの頃の時として、なんか後世に本当に残ったら面白いかなって、そういうのができたらいいかなと思ってやってます。いい時はもういいやっていう、5秒ぐらいで終わるぐらい、なんか習字みたいな、なんかこうやる以上はあれが僕は世界でも素晴らしい時だと思ってるんで、その時にこう対抗できるような表現ができるようになったらいいなっていう意味で、縄文土器を見ながらこうちょっと嫉妬するというか、今回は人面土器っていうテーマで作らさせてもらってるんですけども、もともと土偶も土器も同じような、さっき言ったなんか分かんないけどなんかテーマがあって一緒な行為として僕は考えてるんで、それを土器でも極端な話顔さえ描けば土偶みたいな見え方ができるぐらいの器っていう形してて、道具として見てもらうんじゃなくて、なんかそういうなんて言うんですかね、なんか土偶的な要素も踏まえて器っていうか土器って存在してるのかもしれないなっていうところを、そういう感じで見ていただけるとなんか嬉しいと思います。インタビューは以上でございます。いやダメだ、緊張します、すいません。顔がもう。